さんこんにちは、エアージャパンです。エアージャパン客室乗務員の木下です。同じく辻本です。辻本さん、私たちは今日山梨県に来ています。山梨県といえばどういうイメージをお持ちですか？はい、桃とかマスカットとかいっぱいフルーツがあることと、あと郷土料理のほうとう、有名ですよね。そして食べ物以外にもとても有名なものがあります。日本が誇る世界文化遺産、富士山。綺麗。すごい大きいですね。はい、大きいです。すごい綺麗に見えますね。テンション上がります。こちらの絶景を見ることができる有数の都道府県なんです。富士山は信仰の対象と芸術の源泉としての価値が認められ、世界文化遺産に登録されました。高く美しく荘厳な姿も含め、富士山は山そのものが神聖化され信仰の対象になっていきました。ゴッホやモネなどの印象家の画家は、葛飾北斎や歌川広重の富士山の浮世絵に影響を受けていると言われています。今日は富士山の絶景と一緒に観光を楽しむスポットを皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。行ってみましょう。最初にやってきたのはここ荒倉富士浅間神社です。ここは境内の五重の塔と富士山を一緒に眺めることができるとても人気なスポットなんです。それでは展望台へ行きましょう。展望デッキにやってきました。木下さん見てくださいよ、はい、五重の塔と一緒に富士山を見ることができますよ。すごい。荒倉富士浅間神社は国内だけでなく海外からも人気の高いスポットで、過去にはミシュラングリーンガイドジャポンの表紙にも掲載されています。また春には桜祭りも開催され、約650本のソメイヨシノが咲き誇り、他では見ることのできない絶景を楽しむこともできるんです。少しお腹が空いてきましたね。せっかくだから近くのお店で甘いものでも食べません？いいですね、行きましょう。荒倉富士浅間神社から歩いて数分のところにある下吉田クラブさんにやってきました。こちらではオーダーを受けてからドリップする下吉田オリジナルブレンドコーヒーや抹茶味やほうじ茶味がある富士山ジェラートなど、富士山周辺のオリジナルメニューがいただけます。おいしそうなメニューばっかりですね。はい、それでは入ってみましょう。今回いただくのはこちらのメニューになります。富士山ジェラートの濃厚抹茶味、有機栽培コーヒー、富士山ジェラートのほうじ茶味と桜舞うサイダーです。ねえ木下さん、はい、何か気づきませんか？今日の私のコーディネート。特に何も思わないんですけど。本当ですか？はい、じゃん、富士山コーデです。いただきましょうか。いただきましょう。もう抹茶の味もすごい濃くて美味しい。でもアイスは滑らかで美味しい。じゃあこの可愛いサイダー飲んでみます。ゼリーが入ってて、これ桜も食べれるそうなんですよ。で甘くて美味しいです。境内の景色と富士山が一緒に撮影できたり、美味しいコーヒーやデザートがいただけるなど、荒倉富士浅間神社周辺では歴史を感じながらさまざまな体験ができますよね。そうですね。神社から少し移動してきて忍野村にやってきました。わあ、ここでも大きな富士山がしっかり見えますね。はい、ここはどういう場所なんですか？忍野村には忍野八海という水がきれいな池が8つもあって、でその池と穏やかな雰囲気と、あと富士山を一緒に楽しむことができるところなんです。へー。忍野八海は富士山の伏流水を水源とする湧水地です。国の天然記念物、富士山
世界文化遺産構成資産、さらに水質も良いことから全国名水百選にも選出されており、富士山を眺めることもできるパワースポットとしても人気も高い場所になっています。水がとても綺麗ですね、はい、中の魚がはっきり見えますよ。本当ですね、うん、天気がいい時は水面に反射した富士山を見ることができる池もあるそうですよ、村の中には飲食店もいくつかあるようなので、うんうん、行ってみましょう。行きましょう。着きました。こちらは村の中にあるお食事処、ハンノキ食堂さんです。こちらでは山梨県の郷土料理ほうとうがいただけるようですので、早速中に入ってみましょう。入ってみましょう。わあ、テラス席もあるんですね。はい、気持ちいいですね。ねー、ところで辻本さん、はい、ほうとうってどのような料理かご存知ですか？お鍋で食べるうどん？あ、そうですそうです。ほうとうはきしめんのような平打ち麺と一緒にかぼちゃや芋、たきのこ、野菜、肉などの具材をお鍋に加えて味噌仕立ての汁で煮込んだ料理なんですよ。そうだったんですね、うん、では料理が来たので早速いただきましょうか。はい、私はほうとうをいただきます。私はお店の人気メニュー肉うどんとにじますの塩焼きをいただきます。肉うどんもお肉があっさりしてるのでいっぱい食べれそう。ほうとうといえばかぼちゃ、ね、大好物です。おいしい結構あっさりしてるから、うん、この量も全部平気でペロリと食べれそうです、大きいお魚ですね。大きいですね身が引き締まってて、この塩味がちょうどいいです。ごちそうさまでした。豊かな自然と一緒に山梨の郷土料理も楽しめる忍野村、皆さんも山梨に来た際はぜひ訪れてみてください。辻本さん、富士山のふもと、うん、荒倉富士浅間神社と忍野八海はいかがでしたか？富士山の威力に圧倒されました、ね、外国人の方から人気が出るのは分かりますよね、はい、そうですね、外国人の方今日もたくさんいらっしゃいました ね。それではこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画もしくはエアジャパン就航後に機内でお会いしましょう。さようなら。